はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。超ド級砲とおっぱいこと光月アンナです。さあ本日なんですが、列車デッキガチ構築組んできたので、ご紹介していこうかなというふうに思っております。列車っていうハイパー脳筋テーマがあるんですよ。ランク10のテーマで、どういうテーマかっていうとね、ランク10のテーマでランク10モンスターを立てて、なんかそのひたすらぶん殴っていくっていう、なんか死ぬほど脳筋のテーマがありまして、なんか打点6000とかになってぶん殴っていくっていうテーマなんですけども、一応ランク戦で結構なんかデッキ調整していたんですが、このデッキ勝てなさすぎてガチ構築に寄せました。あれマジ濃い、エンジョイ勢としてあれマジ濃いで、うららとかゾウジーとか、破壊穴とか入っちゃってるんですけど、これなんでかっていうと、ランク戦で勝ちたかったかっていうことですね。はい、これちょっと今回都合によりね、ちょっとランク戦で調整していた結果こうなってしまったっていう感じなんですけども、ご了承ください。はい、だから一応ランク戦でもワンチャンあるみたいなデッキになってますね。結構強いです。何が強いかっていうと、スキルドレインが強いみたいなのがあるんだよね。はい、で列車の動きはどういう動きをしていくかっていうと、基本的に地属性機械属で統一されてるんですけど、大体レベル10のモンスターを並べて、でランク10をしていくっていうデッキなんですよ。例えばランク10でね、有名なやつはグスタフマックスですよね。グスタフマックスで、これいつだったかな、ちょっと結構前、2、3年ぐらい前かなに出た、モンスター、最強モンスターがいて、列車超ド級砲塔列車ジャガーノートリーベっていうモンスターがいるんですけど、これがすごい強くて、ジャガーノートリーベは一旦に一度自分のフィールドのランク10の機械属エクシーズモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚することもできるよっていう、いわゆるインチキエクシーズができると。で一旦に一度このカードの素材を取り除くと、このカードの打点が2000アップすると。でこのカード一度バトルフェイズ中にこのカードの素材の数かける、数プラス1回までモンスターに攻撃できるよっていうことで、だから1個でも素材あれば、2回ぐらいぶん殴れるっていうことなんですけど、2、3回ぐらいはぶん殴れるってことなんですけども、これをね出していく、これがエースです。はい、こいつがエースで、要はこれ何がやりたいかっていうと、相手のフィールドを全部破した後にグスタフマックスで2000番与えて、その後ジャガーノートリーベ重ねて6000でぶん殴って勝ちっていう、なんか死ぬほど脳筋のワンキルがしたいんですよ。あ、ちなみにこれ先に言っときますけど、先行プレミです、このデッキ。はい、大体マスターデュエル OCG の方は先行取りたい人が多いと思うんで、先行をね、差し上げて、で高校からまくっていく方がいいかなと思ってるんですけど、一応先行取られた時も一応スキルドレインがあるんでね、いけるんですけど。はい、で動かし方はもう本当ランク10を作るためにモンスター並べていくだけなんで、例えばフライングペガサス、これは、召喚特殊化に成功したら墓地からね、機械族地属性を特殊化できるっていうことで、墓地に落ちているモンスターを特殊化していったりとか、あとこのナイトエクスプレスナイトっていうのがナイト被ってるやんけみたいなモンスターがいるんですけど、こいつは、召喚はリリースなしでできるっていうレベル10なんですよ、単純にね。なんで、こいつが出していったり、あとデリックレーンね、これデリックレーンは地属性機械が、自分のヒード上に特殊化されると、召喚特殊化されるとっていうだから特殊化できるレベル10で、バレットライナーは、フィード上に地属性機械しかいなければ特殊ができるレベル10っていうことで、この辺のモンスターは、簡単にね、横に展開できるっていう、モンスターになってますと。で、展開を補助するカードとして、展開奏者っていうカードがあって、これ自分のフィールドに機械族地属性レベル10モンスターが召喚特殊召喚されると、デッキから、1800以上の機械族地属性レベル4モンスターを特殊召喚するっていう効果で、特殊召喚したらレベル10になるよっていう効果ですね。だから例えば深夜急行騎士エクスプレスナイト、ナイトエクスプレスナイトを召喚して、展開奏者でデッキからレベル10にして、例えばバトレインとかを出してくるみたいなね、そんな感じの動きができるよと。そうするとレベル10が2体並んでるんで、すぐにランク10ができるみたいな効果とか、あと、これですね、緊急ダイヤ。緊急ダイヤは、相手フィールドのモンスターの数が自分のフィールドのモンスターよりも多い場合、ちょっとサイバードラゴンみたいな条件なんですけども、そんな感じの条件の時に、デッキから、機械族地属性のレベル4以下とレベル5以上のモンスターを1体ずつ特殊召喚効果を無効にしてできるよということで、ここと、合わせて、例えば、デリックレーンとかバレットライナーとかを特殊召喚していって、即座にね、モンスターを2体並べていくという、そんな感じの動きになっていきます。であとは、手札誘発で相手の動きをいなしていくしかないんだけど、このデッキね、魔法トラップモンスターを1枚でしょれるカードをたくさん入れてまして、まずサンダーボルトですね脳死で相手のモンスターを破壊する。これはもちろん
なんか効果を無効にするようなカードに対しても一発打ってから動いていくことができるんで、まあ、腐らないのでほとんど、まあ、これ入れると。でハーブの羽根暴起ももちろんバックコアに入れると。であとライトニングストーンももちろんバック、攻撃表示のモンスター全部ぶっ放せるんで、まあ、強いから入れると。でちょっと相性悪いんだけど、ダメージが半分になっちゃうから、金剣は一応コンボパーツを引き込めるので一応入ってます。まあ、ここね合金とかにするのもありなのかもしれないんだけど、ちょっと飛んじゃうんだよね、合金だとランダムで。これやっぱ自分で選んでから除外できるのが強いので、あとうららとかがあるかどうか確認できるしね。なんでこれ今回は僕はこれを3枚積みました。で緊急ダイヤ、緊急じゃない、キスキュードレイン、スキルドレイン、これが強い、非常に。はい、これが今回のデッキの最強カードと言ってもいいですね。これなんでかっていうと、列車って、まあ、例えばこいつリリースなしで召喚できるよとか、あとこれ地属性だけだったら特殊ができるよっていう効果は別に発動する効果ではないんですよね。フィールドで手札で発動したり、まあ、召喚条件だったりするんですけど、この辺って、あとこいつもそうですね、手札から特殊召喚できるよっていうのはこう効果、手札からの効果なんで、スキルドレインで無効になんないんですけど、これ盤面に出ると、例えば新薬、急行騎士の場合は3000に戻るわけですよ、打点が。スキルドレインの効果でフィールドの全ての、表が表示モンスターの効果無効化されるから、そのゼロになるみたいな効果も無効化されるし、あと普通にそのデリック・レーンとかは特殊召喚できるから別にフィールドの効果関係ないしみたいな。なんでもう打点がとにかくね高いモンスターが並ぶんですよ。あ、こいつとかもう攻撃宣言する場合なんか2体自分のフィールドのカード墓地送んなきゃいけないみたいな効果あるんだけど、これも無効になるんで、もう3000でひたすらにぶん殴っていけるっていう、まあ、スキドレセーガーみたいなことができるんですよね。だからこれが強くてスキルドレイン入ってます3枚で。コンセントレイト、すいませんふざけました、これリミッター解除でいいです、持ってないです俺リミッター解除リミッター解除マジ高いんですよ。リミッター解除これ UR で、しかもなんか入ってるパックがなんかこれなんですよね、ロイドなんですよね。マジでちょっと高すぎて無理なんで、コンセントレート入れました。まあでもジャガーノートリーブにコンセントしたら1万2000でめっちゃ攻撃できるんで多分勝てます。はい。で、一応1枚1枚効果というかカードをね見せていくんですけども、増時に、うらら、それから気候は岩田手の谷ルックっていうモンスター。これね、墓地から除外すると、なんか攻守が同じ機械族を特殊化できるっていう効果あるんですよ。で、これしかも緊急ダイヤから出してこれるんですけど、これとかで、墓地送っとくと、例えば、その、ギスタフマックスとか、あと、これ、エクスプレスナイトとか、この辺のモンスター蘇生できたりするんで、なんかちょっと強いんですよね。グスタフマックス蘇生して、その上にすぐに重ねて、ジャガノトリーベとかできるんで、1枚から。こういう動きが強くて、一応、1枚入ってます。で、バトレイン。それからフライングペガサス、ナイトエクスプレスナイト、ナイトかぶってる。で、デリックレーン2枚。で、バレットライナー。で、カーネルさん。カーネルさんも、これ、緊急ダイヤから出してこれて、で、フィールド上の地属性機械族が破壊されると、なんか出てこれると。墓地からね。なんで、基本的に全部機械族地属性なんでね。ちょっとネガロギアさんだけちょっと機械属性だったりするんですけど、まあ、こういう効果があるんで、結構相性が良くて入れてますと。で、サンダーボルト、ハーピーの羽暴起、テラフォーミング、ライトニングストーム、この辺はもうサッチの塊ですね。まあ、この辺のカードを、まあ、使って相手の盤面を除去していきたい。怪獣とかも相性いいと思う。割とね。まあ、ただ、1枚で魔法カードで除去できた方が強いかなと思ってこっちにしてんだけど、怪獣とかもあると思う、結構。で、金満で謙虚な壺が、あって、展開奏者、墓穴、これはもう手札誘発をケアですね、相手の。で、コンセントレイト、緊急ダイヤ、スキルドレイン。で、こっちが、重装甲列車、アイアンボルフ。これ、アイアンボルフ君結構強くてね、これダイレクトアタックかませるんですよ。ダイレクトアタックした後にネガロギアとかいけるんで一応それクソゲーみたいなことできるんで、まあ、これ入ってますと。でさらに、グスタフマックスが2、ガンガリーディア。でこれもね、除去できるんですよね、相手のカードを。マホトラップとか除去して、その後にジャガノドリーベ殴りたいみたいな時に、1枚出すことがありますと。であと、超ド級砲塔列車スペルオルドーラ、ラペノスタランチュラ。このラペノスとペインゲイナーとザ・セブンシーンズは、まあ、なくても別にいいかなと思ってるんだけど、まあ、一応入ってます。はい、枠余ってるし。で、ジャガーノートリーベ、ネガロギア、アーゼウス、それから、クリフォード・ゲニウス、アンガーナックルと。まあ、リンクモンスターあんまり出さないですけどね、このデッキ基本的にはランク上を並べてもひたすらにぶん殴っていくっていうデッキなんで、はい、そんな感じです。早速ですね、脳死列車ワンキルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちなみにデュエルリンクスにももうすぐアンナちゃんが来ます。楽しみだね。さあ、超ド級砲塔おっぱいの実力を見せていきましょう。コンセントレート来てんの草。
ちょっと先行マジやることなさすぎなんだけど、このデッキ。先行取らされるとさ、マジでやることないんだよね。これなんか緊急ダイヤセットエンドしかいけないんだけど。まあそういうデッキなんで仕方ないんですけど、これ死ぬかな俺。一応緊急ダイヤは速攻魔法なんで、モンスターがカオステリトリー、なるほど、カオステリトリー、あ、ライトロードか、なるほど、ライトロードね、オッケー。レベル4から8の通常召喚できない、光闇を手札に加える。いやー、これまだいいんじゃない、まだいいや、まだいいや。とりあえず緊急ダイヤは、相手のフィールド上にモンスターがいると特殊召喚できる、デッキからそのなんか機械族をいっぱい特殊ができるっていう効果を持ってるんですよね。それで一応壁にはなれる気がするんで、ちょっとこれやばいな、これやばいな、これやばいな、これやばいな。これ占って止めるしかないんじゃない、これ。こっち待って、援軍やばい、普通にルミナスとか持ってこられたらそれはそれでやばいし。だからちょっと結局さ、これビーストウォルフ出てくるのマジやばいな。はい、でビーストウォルフ出てきちゃった、やばい。これ裏の打ちどころミスったか、これ初手だったか。はい、ライトロードいいだろう。ビーストウォルフね、これあの効果で墓地送られると特殊ができるというモンスター、やばいやばい。終わったかもしんない、さすがに終わったかもしんない、ちょさすがにやばい。ライトロードサモナールミナス いいでしょう。いや終わったかこれ、ルミナス召喚、いやもう援軍にもや無理よ、もうほぼ無理これは。ルミナス、アサシン切って特殊召喚アサシン、やべ、なんかそのリンクスみたいなムーブしてる、デュエルリンクスみたいなムーブしてる。はい、アサシンいいでしょう。で効果、はい、でちょっともうほんとビーストウォルフだけやめて。あ、キョキョキョ、まあ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 悪くない、なんかあんま強くない落ち方は。まあでもカオステリトリーあるから除外されて、あ、でもかあれか、エンペラー落ちてるのか、なるほど、エンペラー落ちてる。でシンクロ召喚ですかね、これはリンクですか、カオスルーラー、やべえの来た、やべえの来た、デッキトップ5枚見て、なんかその中から光闇どっちか加えて、その残りは全部墓地送るとか言うで、やばすぎる、やばい、セイファートはやばい、回収される。やばい、カオスエンペラー何枚入ってんだあいつ、まずいぞ。セイファートは墓地から除外すると、あの墓地のドラゴン族を回収するっていう、こもってるカオスエンペラーを手札に加えた。そしてルミナスが墓地を送られた。でビーストウォルフも出てくる、まずいまずい、マジでやばい、ガチでやばいこと起きてる、ちょほんまにやばい、それは出てきすぎなんだよね、やばい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 。まあでもまあでも破壊するんだったら自分のねモンスターも全部破壊されると思うんで、レベル8これ2体来るかな、これディンギルスとか来る、あ、ライトロードハンダー雷光を除外して、シャーマンルミナスも除外して、何ですかこれは、カオスエンペラーですね、はい、カオスエンペラーはいいです、カオスエンペラーはいい。これあれか、ケルベロスじゃないんだ、ドロイミアフェニックスが来るのかな、これバックそのまま殴ってきてくれるんだったら耐えますよ。はいはい、トロイミアフェニックス、はい。じゃあオッケー、まあ一応手札を捨てる、手札捨てて、あー、アサシンないでね、でそこで対象取られた緊急ダイヤ発動、緊急ダイヤ効果、相手フィールド上にのみモンスター、あ、相手フィールドにのモンスターの方が自分のモンスターの数より多いと、なんかモンスターをいっぱい出せるという効果。いや待って、これしかないだろ、これカーネルか、ワンチャンカーネルあるな、カーネルをこうしといて、こうしといて地属性機械族が墓地から、あ、破壊されると墓地から蘇ってくるという最強効果で、効果は無効になっているのでカーネルの効果は今意味がない、これは今意味がない、だから効果発動しなくてもいい。こっちは出してからで死ぬか、これ出してからで死ぬか、出しといて、でジャッジメントで全部っぱされるんだったらいいや、それはそれで、それはそれでいい。ちょ、壁は用意しとこう。やばいこと起きる可能性がある。これちょっと壁は用意しとこう。で、まあジャッジメント使うんだったらいいよ。使っても。あ、オッケー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 。いいよいいよ。いい。全部返されるのいいわ。しょうがない、これは。しょうがない。でも、一体になった。耐えろ。耐えろ。カオスルーラーは墓地から出てくれる。オッケー。それはいい。それはいい。で、カオスルーラーの効果、除外して、
ルミナスとエンペラーを除外してカオスルーラーを特殊召喚と。はい、いいです、構いません。6000まで受けます。カオステイトリーやばいやばい、除外されている中召喚できないやつを戻してワンドロー。やばい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 、バルキリア誰や、それ誰。自分のもしか光属性または闇属性のモンスターを一体除外してこの数で特殊召喚いくつ打点。1800、やばいか、終わったか。6000、7800、いや耐えたんじゃないか、耐えたんじゃないか、あぶれあぶれ、耐えた耐えた、あぶれ。でも俺もやばい、これ手札ちょ一枚書道引けてないと終わる。あでも大丈夫だ、これ、回収できるから確か。まずですね、バトレインくんの効果と、あ効果しかねえか、バトレインくんの効果、バトレインくんは何持ってくればいいんだ。エクスプレスナイトか、エクスプレスナイトしかねえ、エクスプレスナイト。これなんか墓地から蘇生するあいつ来ねえかな、フライングペガサス、フライングペガサスかなんか来てくんねえかな。神ゲーだったー、神ゲーだったー、このゲーム、このゲーム神ゲーだった。ライトニングストーム発動、相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊させてもらう。そして俺は、爆走起動フライングペガサスを召喚。フライングペガサスが召喚に成功した場合効果、墓地から機械族持続性モンスターを特殊召喚できる。そしてフライングペガサスの効果によりフィールド上のモンスターを選択し、そのモンスターのレベルと、どっかのモンスターのレベルを合わせるぜ。これはフライングペガサスのレベルを10にさせてもらう。そしてレベル10のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、鉄路の彼方より地響きとともにたまいま到着、現れろ超度級砲塔列車グスタフマックス。そしてグスタフマックスの効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い相手のライフに2000ポイントダメージを与える、発射オーライビッグキャノン。そしてグスタフマックスの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズチェンジ、ラックアップ、エクシーズチェンジ、現れろ超度級砲塔列車ジャガーノートリーベ、ジャガーノートリーベのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使いこのモンスターの攻撃力を2000ポイントアップさせる。プルルルいくぜ、ジャガーノートリーベでダイレクトアタック、ダメしていいですか自分、コンセントレイトシャオラー、俺が列車だバカタレが。さあお相手の方何でか知らんけども、とりあえずスキルドレインめっちゃきた。よし、これはもうスキルドレインで分からしていくしかねえこれね、スキドレめちゃくちゃ強くて、列車って結構あの効果を発動するわけじゃない、なんか召喚条件でなんかそのリリースなしで召喚できる、ただしこのモンスターの攻撃力ゼロになるみたいなモンスターとか、あとなんか攻撃する場合なんかリリースしちゃって攻撃やみたいな効果があるモンスターがいるんですけど、それを全部スキルドレインで無効にするとただ単に3000打点になるんですよ、シンプルに。だからブルーアイズ殴ってるみたいな感じですね、あのスキルドレインブルーアイズみたいな。スキルドレイン聖眼っていうデッキ皆さんご存知でしょうか。あのスキルドレインってちなみに効果をね、あのフィールド上のモンスターの効果が全部無効化されるよっていう効果なんですけど、これをあの発動した上でブルーアイズでぶん殴っていくっていうデッキ結構強くて、まあ、スキルドレイン聖眼っていうデッキなんですけど、これと似たような感じですね。もうひたすらにこの3000打点バニラでもうぶん殴っていくっていうまあ内射4000ね、はい、持ち帰る、やばい、持ち帰られるのちょっとやばいな、持ち自分僕のカード持ち帰んないでもろて、マシンナーズカーネとかいうどうでもいいモンスター来た、ガチでどうでもいいモンスター来た。で、テラフォーミング発動、これ通します、通しますか、テラフォーミング通しますか、通しませんか。じゃあちょっととりあえずこっちこっちいただかしてもらって、で展開奏者発動は、展開奏者使用できないのやばいな、これ一旦日常しか使用できない、つまりこれ無効にされても発動できるとかいうわけではない、まずい、あ通る通る、なるほど通る、なるほど、深夜急行騎士エクスナイトエクスプレスナイト、過去ナイトかぶってるを持ってくるしかないな。そして深夜急行騎士ナイトエクスプレスナイト召喚、
あの敵は完全に激流層がやばいんですけど、まあ、とりあえずのバレットライナーとかいうモンスターを出していくしかない。一旦バレットライナーを出していくしかない。もうなんならこれワンチャンこれこのままでエンドある。このままです。まあ、でもさすがにぶん殴るか。あのあいつをなっけ、持ち帰るを持ち帰るぶん殴らんと始まらん。ちょっと本当にね、あのね、クラゲサメデッキはね、激流層マジやばくて、ちょっとどうしようこれ。いやー、これグスタクマックスじゃなくてスペリオルドーラの方がいいよな。スペリオルドーラ出して、でも最悪破壊されても一応あのなんだっけ、カーネルおじさんがカーネルサンダースが出てくれるんで、これカーネルサンダース出てくれることを祈って、超ド級砲塔列車スペリオルドーラをぶん殴っていくしかねえ。とりあえず持ち帰ればなんとかしてしょろ。頑張れスペリオルドーラ、超ド級砲塔列車スペリオルドーラをエクシーズ召喚。このモンスターはフリーチェーンでなんかあの自身以外のモンスターに、あのフィールド上のモンスターになんか耐性を付与するっていうことか。よし、とりあえず戦闘では測りた。よしよしよし、でかい相手止めてこかんなとか。あ、持ち帰る水属モンスターを、じゃあ、墓地を置かれた場合自分の水属性を回収と。なるほど、持ち帰るを戻す、面倒じゃあ合わせるっしょ、いけ。スペリオドラの目重ねてオーバーレッタゴ最高値、行け。ネガロギア、あーゼウス、持ち帰るは絶対に出させない、持ち帰るだけは絶対に出させない。ネガロギア、アーゼウスの効果発動するのは相手のターンよりもこれ先にこっちの方がいいか。相手何も発動できなそうだから、ここしよう。でバレットライナー墓地送っといて、でバレットライナー墓地送っといて回収だ。来た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 、できるぞ。危ない、よし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 。でセット、これでエンドじゃねえか。ネガロギア、アーゼウス、これ発動する必要ねえな、発動する必要ねえ、しゃあねえ。これはこれでエンドしよう、これでエンドで、バレットライナー効果墓地からナイトエクスプレスナイトを回収していく。よし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 。あとはスキルドレインで分かってる。マジで激流層マジきついな。でもカーネルがね出てこれるんでまだワンチャンありますけど、ネガロギア君さ、一応機械族ではあると思うんだけど、機械属性なんだよね。地属性にしてくれこいつ、なんでこいつ機械なんだ。さあどうするサメちゃん。はい、インスタントフュージョンね、インスタントフュージョンのによって1000ライフ払って、クストラデッキから、融合モンスターを特殊召喚することができる。沼地のドラゴン、あ強いな、強そうだな、割と強そう。沼地のドラゴンは強そうで、ブリンセスね、はいはいはい、オッケー。ブリンセスは召喚に成功すると、自分を除外することによってデッキから魚族を出せる。お魚を呼んでくる効果で、お魚を呼んできて、で何が出てくるか、これカッターシャークとかサイレントアングラーとかその辺ですよね。カッターシャークオッケー、カッターシャークオッケー、カッターいいでしょう、了承。カッター効果、対象は対象取ったモンスターで撃つ、ここだ。スキルドレイン発動、1000ライフを支払い、お前のフィールド上のモンスターの効果は全て、いや俺もだな、お前と俺のフィールド上のモンスターの効果は全て無効化させてもらう。さあ3000打点を超えることができるかな、この圧倒的3000打点ビート始まりました。これ列車じゃなくてよくねっていうビートダウン、別にその列車じゃなくてよくねっていうビートダウン来た。さあこのスキルドレインの効果でお前のフィールド上のモンスターの効果全部無効だ。ちなみに1回ハーピーの羽暴挙を食らったとしても2枚目のスキルドレインを発動すればいい。俺は何ステルスクラーゲンいいだろう。やつはなんかあのフリーチェーンで一応破壊するって思ってんで、一旦に一度、相手のフィールド上の水属性モンスターをなんか選んで破壊するっていう、そしてフィールド上のモンスター全部水属性になるみたいな効果を持っているが、今その効果全部無効。何強いまず俺は深夜究極騎士ナイトエクスプレスナイトを召喚、スキードレインの効果により3000打点になる。あ、え、あれ弾丸特急バレットライナーなんで、あ、地属性じゃないんだ。ネガロギア、ふざけんなマジで。ネガロギア君さ、属性チにしてくれてもらって、属性チにしてもろて、で弾丸特急バレットライナーを墓地に送り、弾丸特急バレットライナーじゃない、これは深夜究極騎士ナイトエクスプレスナイト、次の後続を用意したしておこう。
よし、これで3000ビットすればいい。ちなみにあのステルスクラーゲンとかいうモンスターは破壊されるとエクストラデッキからなんかあのクラゲをなんか増殖させるっていう効果を持ってるんですけどこれ結構強いんですよね。この効果、この効果結構強いんですが、まあただフィールド上のモンスターが全部無効になってる意味がないといったところ。さあどうする、スキルドレインかは、まあ、一応ステルスクラーゲンなんか、エフィラみたいなやつはいっぱい出てくるけど、まあ、素材を供給するっていう効果は墓地効果なんで、まあ、これはしょうがない、これは通してやる、いいだろう、そいつは通してやる。でさらに素材も供給して、そう通してやる、いいだろう、いけ、ネガロギア3000打点パンチ、よし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 、いいぞ、やばい、エフィラの効果でまた出てくるのか、めんどくせえ、ゲロめんどい、どんだけクラゲ出てくる。ただあいつはエクシー召喚したあのこうそのカードが破壊された場合っていう効果を満たせないんで意味がないと。でこれでエンドフェーズですね。でエンドフェーズ、バレットライナー効果発動、バレットライナー効果で墓地のカーネル、うわ間違えた、カーネルしかなかった、まずい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 、カーネルは回収したくなかった、ちょっとカーネルいらない、カーネル君を回収するのはプレミすぎる。墓地リソース確認しながらね やっていくべきですね。いやもうなんかでもとりあえず3000打点のスキルドレインビート、よし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 、相手なんもできてない、相手なんもできてない、これが対話拒否、よしフライングペガサスも来た、いいだろう。まず展開奏者の効果を発動するぜ。展開奏者の効果によりマシンナーズカーネルを墓地に送り、サンダースを墓地に送りながらデリックレーンを手札に加わさせてもらう。そして俺は新薬急行騎士ナイトエクスプレスナイト、過去ナイト被ってる召喚、そしてデリックレーンもさらに手札より特殊召喚、行け、これがスキドレ列車のパワーだ、これがスキドレ列車のパワー、何もできてないようだが大丈夫か。まずこいつからぶん殴って、おいおいどうする、おいおいこれ列車じゃなくていいや。皆さんどうやら理解したようですね。これがスキルドレインっていうカードのパワーです。対戦ありがとうございました。